それでは参りましょう。さあ、いやどこしょい、そりゃなんじゃいない、みないさんがまた飲みましょう、やれこらせどっこいせい、さあしばらくはよいやせと、このかがって声を、愛さてもこの場のお客さんは飛んで出ました、また苦しいわ、出ることこの世には出たけれども、先なるお方のあの世にはことやほどよか読めねえ、どうも受け持つ時間の車では一生やけんめにゃずっと見ましょう、そりゃよいとよ山かどこいさのせい、さっそくながらでありますけど、何考えを粗末伺いましょう、伺いあげますお粗末は、泉ご主に乗せまして、一本刀の土俵入り、これをりゃ全力ずっと見ましょう、そりゃよいとよ山かどこいさのせい、空へ秋風寒く音ねの残したくれ、そりゃ川原柳の山に場を水に散らして吹き抜けりゃ、水着は茂る枯れ草の葉、蓮江を騒がす川地通り、あれは別れた親地通り、川波の落したくれ、そりゃ波をかすめて泣いてゆく、哀れ涙の濡れ翼、駒形もフェイト伝えさん、しばし心のやりとりは、何も食べてない駒形もへい、そりゃよいとよ山かどこいさのせい、空へ姿のしていることなれと残したくれ、そりゃ言葉があまりにも出てこない、それじゃあんまりかわいそう、ところでお前さんはどこの人、上州は捨てたこりこまなたと、山かどこいさ
巡る春秋
夢のお間に昔変わらぬ花いから、そりゃよいとよ山かどこへ探のせ、空へ探し巡りて茶屋旗ごとしたこれ、そりゃありしの宿に来てみれば、尋ねるおつたの影もなく、探し求めた宿外れ、遠くに聞こえるおわら節、近くへ寄ったらおつたさん、そりゃよいとよ山かどこへさのせ、空へくぐりと開いてこんばんは、こしてくれ、そりゃうちより出てくるおつたさん、十年ぶりにお会いする、しかしながらもそこな人、会え行方がわからないうちの人、ひさかたぶりに帰ってきたが、そりゃよいとよ山かどこへさのせ、空へヤクザ一家に狙われて、どうしたこれ、そりゃ私はおつたの亭主じゃが、バカを承知のこの姿、やがてヤクザが探し込むはず、そんなことで手を引くような男どもではござんせん、そりゃよいとよ山かどこへさのせ、空へ悪いことにとなってきた、どうしたこれ、そりゃ亭主と離れず逃げておくれ、あとは私が引き受けますと、心の心張りを借り受けますと、そうだ思い出したあの時のしがね心のもへいさん、そりゃよいとよ山かどこへさのせ、空へ十年過ぎたが番付けに、どうしたこれ、そりゃ駒形もへいの名は見えず、あえて嬉しいまぶたの人はやっと思い出せたのに、お名残報酬はございますが、二人仲良く暮らしておくれ、そりゃよいとよ山かどこへさのせ、空へ十年間のその間、どうしたこれ、そりゃ忘れることはできなんだ、緊張
しゃくぐるみだとご意見もおらい。今わしがねヤクザの家業あえせめて見てもらう駒があったの。日本一の土俵入り、そりゃよいとよ山かどこいさのせい、愛さてもこの場の音客さえもまだよえまだもと思えども、かように音声あのままならぬ、ここら前あたりでとどめおく、それにさつけてもみなさまよ、お花と名付けてご引き立て、この人となったと名付けたなら、露天組合あの騎士会支部の皆様さん、まだもあります、この人は安部うどんの経営なされる経営者様よりゃご引き立て、お厚く御礼述べまして、後ろの先生と性格変わる、空どこいしょい、そりゃなんじゃいない、この掛け声よ、そりゃあよいとよ山かどこいさのせい、愛さてもこの場の皆さん方、飛んで出ましたまさわかがい、まさわかなのるこのまさこ、出ることこの場に出たけれども、先なるお方のあのようにはことやがほとか読めねえども、お気に召すように読めねえども、時間の何かがお粗末伺いましょう、伺い上げますお粗末は、人ぞ古くもありますけど、改良しにこの節のせまして、親さんはまはん世紀日大事、手前向けの通勤館まで、ぼつらまたぼつらと出かけましょう、そりゃよいとよ山かどこへさのせい、案外しき
を払うて天理王の神よろず世界を一列に胸の分かりたものはないかえ教えの歌に救いあり世の儚さを嘆きつつ生きていたとて善な人呪う言葉を親神様に祈る言葉と置き換えて天理の道を行くところに光あり。徳川の300年の太平が変えようやく緩む気の病大和の国は山のべこり名主に中山つぶめに嫁いだ三木は届けなきかえまだ純さんの乙女島幼き頃の鉄道についてご先祖様へのご挨拶こぼす中いじらしいそりゃあこの山からどこさらせあがぎ幼き頃より神の心優しい夫の善兵衛と翌年月日が流れよく迎え天命三年明けの暮れ何は一円疫病の流行さらに追い打ちかけるように御水害にと祝われまして世の中険しき幕末に三木の心はどうもにいよいよ心情に移つお米泥棒じゃお上に納める年貢まい捕らえられたる雲吉親子を銭を取るより思い詰み酒を飲んで盗みに入るは何か訳があるのやろう身もじさなければ人様の買え米を盗む気もならず食べてまたなくなりゃまたをというものは変え疑い深いものなるど心が自然に沈まれまかえ人間みんな一つやで子供は宝じゃ大事に死なされ死んだ嫁はんかばれん気をつけてお帰りなされ米は今度もあげましょうそれじゃまた何べんでもこりゃと無理にそりゃよいとよ山からどこへ探せ前にこれを見ていた修行の悪そが無駄なことをまなさるなよそれこしょうの米を与えたとてもこの世は一列救われぬそれ救いきれるというのならば日々万葉の念仏は虚しき響きに終わるのみかえたとえその言葉とて真心祈る歩みそりゃめだかく歩む高山三木は天保九年の半ば頃時に親様御年誕生40歳のその体親神様に賜りまして神の親城と示され親様三木の祈りの道は貧しき者への施しは果てなく続く愛の海そりゃよいとよ山かどこへ探せある日長男修二の足がひどい
痛みで苦しんだ。それ長滝村の火事代の会一兵衛さんのおそよさん。それ留守で火事ができんと会代わりに三木が火事代に。火事というのが神呼びで会我が子を助けの一心に。それ一兵衛さんが苦事を切りゃあんならまた苦しい。降りてきて三木の体をもらい受ける。誰が来ても神の神。心配するのも無理はないが、このこと聞き入れくれるなら世界また一列助けよう。人類などの縁起に分かれどないになってもよいのだが、それとりわけ子供の将来が変え心に残る心配や。施しするにも中山国はお前の我が子が不倫とは思わないのか。六人の変えこまでなしたるお前とは、なんで今さら別れよ。そりゃよいとよ山かどこへさのせい。あん親神様とは縁を切ってくれよ頼む。この通りそれ旦那様の言うことはかえおっしゃる通りであるけれども、貧の貧族落ちてこそかえよろずの道開けます。そで三木の願いを叶えておくれ。東州中山全米の両岸ハラハラ中和涙の夜の音あり。そりゃよいとよ山かどこへさのせ。愛に人の心というものは変え互い深いものなるど、荒れてすさんだ魂に変え慈愛の涙を注ぐとき、悪も苦みも愛しみも変え溶けて流れる涙よき。大和の春は遠けれど変え人の心はほのぼのと、夢はまた明日の花とさ。寛永六年国月の前22日の夜の闇、それ息が使えた生涯の替え夫の中山全米を帰らぬあの世の人となる替え思えば遠い長年を、それ息は至らぬ玉でした替え今改めて旦那様感謝の祈りを捧げます。そりゃよいとよ山かどこへさのせい。愛そして今日から三人の前子供と共によろぞよの、それ天理の道をどこまでも変え広めて伝えて歩めます。幹の上には世間のそしり、石を投げられあざけられ、それ牧者につながれ鞭打たれ、かえゆうしきことへの積もれかし、信じる道を信じとずに。そりゃよいとよ山かどこへさのせい。あえん限りあるみの94年の生涯を、それ月に流れて104年歩み続けた道とさよ。教えは世界の果てまでも変え鳩を越えて花と咲く。母親様の反省を変え今に伝えて尊く。
心にしみる物語。そりゃよいとよ山かどこいさのせいか。あんさてもこの場の皆さんが、まだよまだよと思えど、ここらが縁あたりでとどめおき、それにつけてもみなさんなら、お花が隣でて水引き立ててくださるましたる、この日どは露天つくまがたおえまむしのべ、さてもまがたこのばのみなさんがか、時刻の9時にこのなるあれば、みなさまがたにはお待ちかね、青春温度はこの辺で、ひとまずとどめておくなれば、抽選会と愛なりかは。はい、どうもありがとうございました。